AKB48。
いびつな真珠、憧れのポップスター4曲続けて聴いていただきましたが、皆さん楽しんでいただけてますか？ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで今年も始まりました AKB48 の今までの公演すべてを皆さんにお見せする見逃した君たちへ 2AKB48 全グループ公演ということでですね、今回はですね、5月2日から5月24日までの22日間にわたってここ TDC ホールでお届けさせていただきたいと思います。そして本日はですね、 AKB48 チーム A6 目撃者公演でーす。ありがとうございます。はい、そしてですよ、この公演、
なんと全国37カ所の映画館で同時生中継されているということで、皆さんこんにちは。ポップコーン食べてるね、めちゃめちゃポップコーン食べてるよ、ありがとうございます。はい、皆さんぜひね、一緒に会場の皆さんも映画館の皆さんも一緒にですね、この熱い熱い気持ちでですね、一緒に盛り上がっていただければ嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いします。イエーイ。それでは早速自己紹介に行きたいと思うんですけど、今日は、それぞれ意気込みを、語りつつ自己紹介させてください。それではサッシーからお願いします。はい、私本日新しいキャッチフレーズを考えて、おお、あのもしかしたら知ってる方もいるかもしれないので、知ってる方はご一緒にお願いします。いきます。知らない人もどうにかして、どうにかしてどうにか合わせて空気でいきますよ。こんな私がいいっていう人だっている。はい、有田県出身、サッシー加藤、サッシー花里奈です。おお、すごい、なかなかいい感じに揃いましたね、初回にしては。皆さんのついてき方が半端なかったね。ありがとうございます。ですね、あ、じゃあこれからちょっとこれ使っていこうかなと思います。なるほど。ツイッターとかに書いてください。ツイッターでね、ググタス。実は私今日、ググタス300回更新っていうのをそうやってたんです。おわ、そうなんです、ありがとうございます。お疲れ様。でそれで無事なんか終わったんですよ、さっき。そうなんです、そうなんです。だからすごい今すがすがしい気持ちでいっぱいなので、今日はそのテンションのまま、この波に押されず頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はーい、緑茶、麦茶、ウーロン茶、でもやっぱりアキちゃん。ありがとうございます。高橋アキです、よろしくお願いします。ありがとうございます。意気込みはですね、この今日2、間違えちゃった、2でいいよ、いいよ、2だよ、合ってるよ、ちゃんと公演タイトル言いますね。2だよ、合ってるよ。 見逃した君たちへ2。そうだよ。ってことは、去年やってたから2ってことじゃないですか。なんで笑ってるの、なんで笑ったの。正解だよ。実は去年もやったんですね。見てる方も見てない方もいると思うんですけども、うん、はい、そのね、去年もやってて今年もやってるということなので、私の成長をぜひ見ていただけたらな。もう一回もう一回、大丈夫、みんな聞いてなかった今。すごいよ、すごいいい成長だよ、それも。はい、私の成長をぜひ見ていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さんこんばんは、前田敦子です。ゴールデンウィーク楽しんでますか？何しましたか？いやいや、それは、まあ、それぞれだから、それぞれだからまとまらないですよ。びっくりした、それぞれですから。答えてくれ。びっくりしたよ、もう。ゴールデンウィークは明後日までですか？明日までかな。明日までです。明日までですから。今日5日ですね。そうですね、6日までか、うん、学校もそうなんですか？そうです。じゃあ私たちは関係ないですけど、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク楽しい思い出作って帰ってください。今日もよろしくお願いします。イエーイ。はい、私の半分は優しさでできています、中谷こと中谷さやかです、よろしくお願いします。はい、私はですね、今日ね、目撃者のね、1曲目でね、こうね、すごい、そう、ここにね、大きな溝があるのね。そう、セリラインがね。で、すごいかっこよくね、2コーラス目に前に出たらスポッってハマって、それでちょっと恥ずかしかったんですけど、まあそれは置いといて、今日はですね、ここの皆さんが、私が書いた非選抜アイドルという本を読みたいなって思えるような、頑張りを、あ、もう見た、すいません、読んでくださった。じゃあさらにもっと読みたいなっていう人が増えるような講演というか、うん、したいと思います。うん、はい、じゃあ今日も二の腕のもちもちパワーで張り切っていくので、よろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さんこんばんは、もちこと倉持あすかです。ありがとうございます。私もこの TDC ホールにまた戻ってくることができてすごく嬉しいんですけども、今日私と目が合ったかもしれないっていうことを思った方は、私にぜひお手紙を書いてほしいなと。マジか。映画館の方も、映画館の人も、あ、オ
俺目あったわって思ったらぜひ、私に、AKB48 とドンキホーテ8階宛てに、倉持飛鳥宛てにぜひお手紙を書いていただきたいなと思います。今日も最後まで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、高校3年生17歳のわさみんこと岩佐美咲です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、私はこの見逃した君たちへ公演がですね、この公演1回で終わりなんですよ。この1回しか出なくて、なので、まあ、私にとっては初日であり千秋楽なので、そうですね、気合が入っているので、ぜひ私が歌う無人駅という曲を皆さんに聴きたいなと思っていただけるような公演にしていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、埼玉県から来ました小島春こと小島春菜です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ですね、まあ、去年のこの見逃した君たち、OK、君たちだよ、OK だよ、をすごい楽しかったので今年もすごく楽しみなんですけど、そうか、なんで入ってくるのかな。一緒に会話してたよね。あ、そうか、うん、そうだよね、まあ、ちょっと気にせず、まあ皆さんもそうだと思うんですけど、ゴールデンウィーク私まだ大した思い出がないので、はい、今日はすごい最高の楽しい思い出を一緒に作りましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ミカキャッチョッピランキー、これはガラスの跡、高見のこと高橋みのりです。ちょっと髪切りたくなって切っちゃったぜ。昨日思い立ったんだぜ。似合うだろう。いきなり髪切ろうと思ったから自分で切ったぜ。え、嘘だぜ。あー楽しい。皆さんペンライト持ってますか。ウェーイ。映画館の皆さん持ってるか。持ってますね。ぜひね、一緒にね、楽しい時間を一緒に過ごしていただければいいなと思います。どうぞ今日も一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。はい、ふんわり綿あめのような甘い女の子になりたいちーちゃんこと中田千里です。ありがとうございます。チーム A のこの公演は大人っぽい曲が多いので、メンバーのなんか大人っぽい表情とかそういうのを見てほしいなって思います。あと私個人的にはツインテールにちょっと三つ編みなんかしてみてすごい好評だったけど、そんなことないか。本当か。いや、誰が言ったの。夏実さんが。夏実は結構嘘つくぞ。え、何夏実。本当だぜ。はい、そんな感じでちょっとフレッシュにやってみました。なので今日はたくさんの皆さんが見てくれてるということで、16人みんなでチーム A の、公演を楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はーい、あなたのハートをズッキンドッキン。心の癒しになりたい心の天使ラブダンこと太田彩香です。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、TDC がミルフィーユみたいになってるね。なんか、うまいのか下手なのか分かんない例え。で、私の今日の意気込みはですね、1年前と踊り方を変えまして、なんか、去年よりも大きく踊ろうというのが今年の目標なんですけど、ね、今年は、っていっぱいなんか大きく踊れたらいいなって思うので、そんな魅力的な。伝わりにくいね。いや、とりあえず、とりあえずね、なんかまあ、そう、私らしく魅力的に、踊れたら嬉しいので、そんな私を見なくてもいいけど感じ取ってください。はい、今日もよろしくお願いします。イエーイ。はい、皆さんが一緒にうん、みんみんみん、なつみ、ありがとうございます。なつみこと松前なつみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。とですね、私はですね、この TDC にチーム A、チーム K、ひまわり組として参加するので、それぞれのチームで、まあ、私らしさ、私のダンスが見せれたらいいなと思います。今日は一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、できませんも言いません、福岡県から来ました大江静香です。よろしくお願いします。
がとうございます。そうですね、見逃した君たちへ公演ということで、多分その劇場に見に来れたことがない方とかが結構いらっしゃると思うんですよ。なのでここにいらっしゃられたと思うんですけど、というわけですね、そうですね、劇場の、抽選ね、結構外れたっていう方が多いので、この公演を見て、あ、劇場でも見てみたいなと思われるようにやりたいなと思います。というわけで今日皆さんよろしくお願いします。イエーイ。はい、新しいキャッチフレーズ考えました。上からマリコ。ありがとうございます。篠田マリコです。ありがとうございます。はい、今日限定なのでもう二度と言いません。ですね、やっぱ TGC は公演の2倍3倍動かないと伝わらないなと思ってるので、今日は筋肉痛になるまで、踊りたいと思います。皆さんついてきてください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、私が質問したらハルゴンって叫んでください。よろしくお願いします。手拍子お願いします。元気といえばハルゴン。食いしん坊と言ったらハルゴン。みんな大好きハルゴン。ありがとうございます。ハルゴンこと中川遥です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回この公演ではですね、誰よりも汗をかいてびちょびちょになって、そして皆さんも、負けないくらい一緒に汗をかいて盛り上がってください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、高校2年生の16歳、アーミンこと前田亜美です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さん盛り上がってますか？イエーイ。イエーイ。私も楽しいです。はい、あ、聞いてない。はい、そうですね、今日は皆さん私いっぱい目合わせようと思っていろんなとこ見るので、皆さんぜひ私のギラギラギロギロした目見てほしいです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ツヤ女と書いてアデージョ。アデージョと呼ぶのはあなた、あなた、それともあなた。はーちゃんこと片山遥です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、チーム A 公演はですね、劇場の方でもあまり回数がなく、チーム A 16人が揃うというのがなかなかないんですけども、今日はですね、普段公演ではまあなかなか会えないんですが、みんなでご飯食べに行ったりとか、メールのやり取りをしたりと、本当にチーム A すごく仲が良くてですね、もう今日は皆さんにそのチーム A の団結力、チーム A が16人揃ったらすごいんだぞというところを見ていただけたらなと思います。最後まで盛り上がっていってください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、以上の16名でお送りします。チーム A 目撃者公演、皆さんぜひ最後までお楽しみください。続いてはユニットの登場です。どうぞ。I'm not afraid to die.
Ooh.
信じてるよ、一人きりでも。君
路線、愛しさのアクセル、星の向こう側、サボテンとゴールドラッシュ、5曲続けて聴いていただきましたが、いかがだったでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい、というわけスマハイが出ましたね。はい、というわけで、まあ、見逃した君たちへリバイバル公演ということで、はい、今までやってきた劇場公演で自分も出てみたいなという公演について話していきたいなと思います。イエーイ。なんか自分この公演憧れてるんだよねみたいなのあります？なんか、はい、チーム K のリセット公演のウホウホがなんかさやかちゃん、うんうん、めっちゃゴリラになってるじゃないですか。めっちゃゴリラって。私もゴリラになってみたいんですね。でってことはチーム A でやるとしたら、うん、ハルゴンがいいの？がやりたいです。ゴンツナがいいね。でも本人もね、別に好きでゴリラになったわけじゃないですから。そうですよね。本人悩んでましたから結構、うん、あ、じゃあ、機会があったらやらせてほしいなって思います。なるほどね。しーちゃんがライバルになっちゃうかもしれない。あ、そう、しーちゃんやってましたから。あ、そうなの？はい、そっか。2代目ゴリラなんですよ、一応。一応リセット公演の中では。じゃあ3代目ゴリラになるの？3代目ゴリラはゆうこちゃんがやってるんですよ。あ、そうなの？だってしーちゃんゴリラの練習してたの見た。何見てるの？どんな練習、どんな練習とかやってみて。やってやって。お願いします。イエー。普通に鏡に向かって、うん、秋元さんと違うゴリラをしようと思ったから、はいはいはい、愉快だね、はい、秋元さんはこんな感じなんで、はい、激しいゴリラ、うちはこんな感じで、うん、かわいい。練習してたし、ポップポップポップゴリラ、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 いいね。ポップなゴリラで頑張りましたよ。はい、アーミーは？私は、うん、やったことあるんですけど、うん、アイドルの夜明け公演を、うん、もう一度やりたくて、私初めて出た公演なんですよ。衣装をちゃんとアンダーで、うん、こう役、うん、その人の役で代わりで出た公演なのでやりたくて、うん、で曲にぬいぐるみ持って踊る曲があるんですけど、うん、してるんですけど、うん、そう、それはなんか新鮮だなと思ってやりたくて、はい、あれいつもさ、あ、実は知ってる方いらっしゃるかわからないんですけど、人形、クマの人形なんですけど、はい、衣装さんが一つ一つ手縫いで作ってくれて、そう、はい、そうなの。だから顔が全部違うんです。16個だから違う。いつもブサイクなんだっけ、残ってんだ。あ、いつも選んでいいんだ。そう、いつも自由なんで、自由で撮っていくんですけど、で、しかもめっちゃ可愛いやつ、ハルゴンって思いっきり書いてあって、そう、自分はキープしてるんだよ。もうそれはゲネプロの時から、うん、絶対撮られないように、うん、ハルゴンって書いてたんですけど、うん、結果みんな自由に撮っていっちゃうから、そう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 、いつも自分の回ってこないんです。そうなんだ、ね、早く着替えた順にね。そう、なるほどね。そう、はい、ね、そうなんです。夏美は？私はね、青春ガールズ、うん、一緒じゃなかった、間違えた。一緒でいいのよ。一緒かと思った。そう、青春ガールズは、はい、K のオリジナル公演だったから、はい、初めての、うん、思い出深いんですけど、うん、まだこの見逃した君たち去年も今年もできないの、うん、ああ、そうなんだ。そう、だからもし今後あるんだったら、うん、ぜひ元 K でやりたいなと思います。ぜひ。いいですね。いいですね。はい、はい、いやもうね、はい、この他にも、うん、AKB48、SK48、うん、NNB、HKT と本当に素敵な公演がまだまだいっぱいあるのでね、はい、今回この抽選に当たった方、もしくは外れてしまった方はですね、うん、ぜひとも映画館で見ていただきたいなと思います。映画館の皆さんも、はい、皆さん楽しんでますか？イエーイ。会場の皆さんも楽しんでますか？イエーイ。イエーイ。というわけで後半戦この曲から参りたいと思います。どうぞ。
美しきもの、愛をくれ、摩天楼の距離、続けて3曲聴いていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。うわい、ありがとうございます。相当ね、うん、私も汗だくで、うん、熱さでございますけれども、汗だくですね、この熱気皆さんには伝わってますかね。皆さんも熱いですか。よかったです、ありがとうございます。一緒に共有できてるの嬉しいですね。はい、はい、ということでここでのお題はですね、本日目撃者公演ということで、はい、私が目撃したもの、イエーイ。さあ、こんな人見ましたなどなど目撃情報多数受け付けておりますけども、はい、さあ、中谷、早速いい、何ですか、ね、本日目撃したものなんですけども、本日旬のネタですね。今日ね、なんかマリコ様の差し入れでたこ焼きをね買ってきていただきました。美味しかった、マリコ様、すごい美味しかったんですけど、美味しかったよ。それをね、中田千里が、おっと、おもう何した何した、大体わかるよ、あ、食べてるなって思ったら、うん、たこ焼きのたこ抜いてんですよ。え、で、焼き食ってんのもうね、もう焼き、焼きよね、焼き食べてて、それ最後に残してるわけでもなく、うんと、ちょっと違ったみたいで、私そのタコ全部食べたマジかよ。どうやらね、優しさ、タコ嫌いみたいなの、焼きタコ食べたの、タコ食べた、ね、どうもありがとう。どういうことだ、どういうこと、そんな人がタコ焼き食っていいと思ってんのか。いや、いいんですよ、なんでよなんで開き直ってん、ちょっとあっさり、もうね、大好きなの、たこ焼き、もう、いやいや、好きじゃないでしょ、たこ焼き好きだ、たこが好きですから、アイラブたこ焼き、大好き、違う、アイラブ焼きでしょ、焼き、たこ入ってないもん、たこ嫌い、そうなの、なんかね、うん、何が嫌なの、わかんない、なんか自分の中でたこ焼きっていうのは、うん、あの、味がなんか頭の中でなんか鮮明にあって、うんうんうん、え、食べたことはある、ちなみに、うん、あんまりないの、え、ちょっと嫌い、ちょっとね、嫌いなものはちょっとあったりするんだよね、なんかね、そうそうそう、ちーちゃんは食わず嫌いが多いよね、そう、そう、海のものが嫌いでしょ、そうなんだ、お寿司ね、あんまりほとんど食べたことないです、あ、わかるわ、それはごめん、わかるわ、え、ね、高見菜は嫌いなの、生魚食べれない、もったいない、で、結構いるでしょ、生魚だ、嫌いな人、あ、ホレイタ、ホレイタは、いるいる、え、それ、人生の人生の半分損してるよ。はい、はい、はい、ラブちゃん。私は高見菜なんですが、なんだね。この間の4月のあの小千春の生誕祭の時に、はい、高見菜さんもいましたよね。いましたよ、もちろん。で、あのリハーサルの時に星の向こう側を歌ってて、ね、あのその前にあの、うん、高見菜のソロの曲が、はい、糸さのアクセル後にね、うん、そう、あるんですけど、なんかずっとニャンニャンを甘い目で見ててで、なんか前々からテレビとかでは、まあ、ニャンニャンが好きっていうのは聞いてたんですけど、なんか本当に甘い目で見てて、なんか今にもなんか抱きついてしまいそうな勢いだったので、あ、本当に好きなんだなって思いつつちょっと引いてしまいました。引くなええやん、リハーサル中のニャンニャンぐらい独り占めさせてよ、すごかった、やるね、ここのニャンニャン、なんでここ、何ここ、ここ、ここ好きなの、間違いない、間違いない、なんかここにいるよ、目を伏せて、どこで、これどこ、これどこだ、間違間違いなくでしょ、ここのニャンニャン、かわいい、それはわかりますけど、超かわいい、ファンの方はもっとわかってると思いますね、うん、超かわいい、すごい甘い目で見てちょっと困ってましたけど、最前列でニャンニャンが移動するたびにこうやって、そうそうそう、一緒に移動してた、ガチじゃんこれ、本当にガチなんです ね、 ね、はい、秋田さんが手挙げてますよ、頭ある、そう、この話いつ終わるのかなと思ってずっと手挙げてた、ごめんね、ごめんごめん、何があるわけじゃない、なんかあの秘密の話していいですか、秘密の話、こんなに皆さんの前でいいの、全然秘密じゃない、秘密じゃない、秘密ですよ、じゃあ皆さんツイッター等気をつけてください、あの私今日見たんですよ、何を、夏美がバッグに差し入れいっぱい持って帰ってた、あいつまだ食ってないわ、それはちょっとね、それは K の時からやねん、それは昔からやねん、それはないし、前からそうでしょ、女子班見た、それはないし、あの T シャツをこう丸めてすごいフィナンシェいっぱい入れてた、フィナンシェめっちゃ入れてた、何持ってんだろうって思ってね、開けたらね、ボロ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 、フィナンシェめっちゃ出てきた、いやでも写真で家族が多いからね、そう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 、みんなに持って帰る、兄弟がね、そうそうそう、秘密ね、はい、お、私、キロちゃん、あのメンバーじゃないんですけどいいですか、いいよいいよ、あの先日あの、うん、タクシーに乗った時に、うん、タクシータクシー、あのそしたら電話が鳴ったんですよ、あのタクシーの運転手の、おうおうおう、携帯電話鳴って鳴った、うん、鳴った瞬間その着ベロがあの少女たちをだったんです、気まずい、
すごいね。で、ジョジョタって流れて、あってなってお互い。そしたらなんかその息子さんが好きらしくて、うん、着信音に勝手に設定されたらしいけど、うん、お父さんも影響して AKB 新聞毎月読んでるって言ってた。かなりですね。そう。AKB 新聞じゃん。そう。しかも少女たちをっていうところが嬉しかったね。確かに。シングル曲じゃなく少女たちをチョイスしたっていう。なかなかコアな曲いきますねみたいな。嬉しかったですね。それ嬉しいですね。嬉しいですね。ちーちゃんあります？私ですか、うん、なんか言っていいのかなみたいなのがあるんですけど、ガチなんですか、何だろう、大丈夫なの、ガチできました。でなんか、うん、私今告白するんですけど、うんうん、ずっとねいつ言おうかなと思ってた話なんですけど、ドキドキしちゃう。私ファンデーション使ってるんですよ、うん、それはそうですよ、みんな使ってる、女性の理由、私ファンデーション使ってて、でもそれを使ってるメンバーすごい多いんですよ、うん、でそれを私のねメイク終わって机の上に置いてたんですよ、カバンの中に。そしたら何を思ったか、多分自分のと思ったんですかね、あっちゃんが、あ、こんなとこにあったっつって持ってっちゃってで、うちそれ言い出せなくて新しいの買ったんです。マジか、嘘だ今そこら辺にいるから言うときよ、あっちゃん、言うときやっていう話です。イエーイ、あ、こちら、こちら、あっちゃん、あっちゃん返してあげてよ、あっちゃん間違ってたって、しーちゃん、あれしろ買ったってよ。私、あきちゃんって聞こえた、あれ、私あっちゃんだって、私、ま、え、前田さんの何を、ファンデーション、え、ファンデーション、誰のファンデーション、しーちゃんのファンデーションを、うん、あっちゃんが取ってっちゃったんだって。あら、ほんと私でもまあ落書きしちゃってるから無理返しなさいよ。あれ、あの24ってやつでしょ。そうそうしかもしーちゃんあれすごい自分のお金はたいて買ったやつだから返してあげてくださいそうなの、新しいのね、買ってくださいよ、新しいの買ってはい、ということで、はい、後半 MC の話題、お題は、こんな企画を組んでほしいです。イエーイ、今日は私が今日週刊 AKB で企画組んでもらったりとか、うんうん、それぞれ企画を組んでもらうことってあるじゃないですか、はい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 、だから今日は週刊 AKB さんで企画を組んでもらうなら、どんな企画を組んでもらいたいかっていう話をしたいと思います。 ある人、はい、もうん、あります、言っていいですかいいよあるよ、あるよ、はい、料理みたいなの、あっちゃんとあきちゃんと料理をやってるんですけど、うん、最近よく、うん、でなんかそういう料理、爽やかに料理しますみたいな。でも爽やかじゃないよ私たち。え、そうなの、爽やかじゃないの。定点カメラつけといてほしい。なんかなんで、なんで、どうなんですか。多分、うん、ずっと口喧嘩しながら作る。嘘でしょ、嘘、ぼっちかいって仲良しなんじゃないの。いや仲良しなんだけど、うん、いやこれ千切りだから違うよ、これみじん切りだよみたいな。もうできない、無理とか言って嘘ほんとに。あんな爽やかな朝食には、ね、出来上がりは爽やかだよ ね、めっちゃ美味しそうだし、美味しそうとか、なんだかんだ言って出来上がるんだけど、さあ、はるくんが子供じゃん、だから、まあまあまあそうですね。え、もうなんかもう全然、なんかもう、もうなんかやってくんないの。まあそうですね、ね、野菜を切るセンスがないの、ね、ハルゴンに。あらだってハルゴンあれでもね、大根おろし吸ってる時に指吸っちゃったらもんね。なんだよ。なので私は食器洗い担当なんですね。あ、何も言ってないじゃん。アキちゃんは何も言わないよ。うん、だでしょうね、うん、だけどそれすごい面白そう。定点カメラで済むわけだから楽しそう、やってくれそうですよね、週刊AKBで。よろしくお願いします。ぜひね、やります。他にある人、あれ私もそれに便乗して、定点カメラなんですけど楽屋に置いてほしいんですよ。ダメだよ、楽屋で面白い子っているじゃん。いる、楽屋だけ。そうそう、いるいる、楽屋だけ。それ高見菜のこと言ってんの高見菜さん、ほんと楽屋だと面白いですよね。楽屋だと面白いんだけどね、舞台立つとめっきりね。そうなんですよ、めっきり、めっきり途切れちゃうんですよね、それが。なんでですかね。だから楽屋に置いてほしいんですよ。確かに、そしたらね、いろんなメンバーのいろんなところ見れるでしょ。確かに、ちーちゃんとかもそうですよね。そうそう、うん、結構そういう人多いんですよね。横山とかも、ね、そういうのあるかもしれないですね。ありありあり、うん、他にある人。はい、お、マリコ様、やっぱり AK、週刊 AKB でしょ、うん、週刊 AKB といえばドッキリ女学院でしょ。マリコ様、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 何ですか、それネタにしちゃいますえ、ドッキリ女学院でしょ、やっぱりいやいいですけど、はい、あれは確かに皆さん誤解してるとかもあるからね、確かに、はいはいはい、かネタにしてほしいとかありますよね、もう。いや、ありますでしょう私、マリちゃんの後、スリッパで2回も戻れそう。いや、でもあの日は、私はめったに体調崩すことないんですけど、うんうん、去年かな、ニュースになったぐらい、そうそう、体調不良っていうか、お腹、そうですよね、生肉を食べて誰よりもユッケが先に当たったんですよそうそう、ニュースになる前に誰よりも先にユッケが当たったんですよ。そうでしたね、はい、でそれの次の日だった収録で、うん、もう朝から不機嫌ずっと不機嫌なの。
誰も考慮してね、そうそうそう、今ならもっと面白いものが撮れるんじゃないかということで週刊AKBの実際は実際あれは楽しかったですよね、めちゃくちゃ。あの収録楽しかったと思う、いろいろ楽しかったと思う、もう一回やりたいですね、あれ確かに楽しかったと思う、今やればね楽しそう、ね、アミちゃん何かありますか。私はなんか週刊AKBの企画、ちっちゃいあの DVD の特典、うんうん、で、あの眉毛に洗濯バサミ何個作れるかみたいなやったんですよ。そんなことやらされてんの。そうやってな、いじめじゃんそれそうだよ、そうだから、うん、何個ついたの。その時は十、うん、何個つ11個、すごい、これについた。そう、ここにで、びっくりした、待って、眉毛びっしょびしょやん、びっくりした大丈夫大丈夫大丈夫、いいよいいよ、うん、それでちゃんとそのテレビで公開できる、うん、なんか爪楊枝乗せれるみたいな、そういうのやりたいんですよ。爪楊枝乗りそうですね、確かに。そう、乗せたことあるの。え、そう、何本乗ったの。その時はね、5個ぐらいかな。そう、え、眉毛に5個はちょっと微妙だよね、うん、確かにテレビに10本ぐらい乗せてほしい、まちゃってこう、もうちょっと伸ばせば、伸ばせばいいのかな、長いんだけど、うん、でもさ、持続力なんかさ、こうな前アミの眉毛ってこうのそうすだれみたいになってるんですよ。はいはい、みんなそうだと思うよ。そうそうそう、だからちょっとそう下にこう滑っちゃうんだよね、坂道みたいに、ね、まあね、自分でやってくださいって感じもうちょっと練習してもらって、ね、練習してから家でね、はい、一回 Google クラスとかに載せてね、あ、わかる、はい、これからもこんなわけでチーム A 頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちにはそれぞれ夢があります。今何をしているんだろう、今できることって何だろうって時々考えます。それでも私たちはまっすぐ歩き続けます。それでは最後の曲聴いてください。命の意味。
努力をする
ーコール、ありがとうございます。ありがとうございます。アイムクライング、ずっとずっと2曲続けて聴いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。こうしてゴールデンウィークお休みに、今日この場所を選んでくださったことをとても嬉しく思います。そしてアンコールの時にチームへコールをしてくださった皆さんの温かい声が本当に目にしみて本当に嬉しかったです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。こうして見逃した君たちへ2という風に出しまして、今年も今までの公演を、振り返らせていただきたいと思います。チーム A だけでも6つの公演があり、本当にたくさんの公演で AKB48 48グループが成り立っているんだなと思っています。チーム A もですね、ずっとチーム A がこのメンバーだったわけではありません。組閣祭りというコンサートの時に、各チームから、チーム A に選ばれて、こうして新生チーム A として、今こうして立たせていただいています。各メンバーそれぞれ元のチームに戻り、チーム K、チーム B の曲を、披露することもあると思います。以前よりも成長したメンバーにぜひ注目していただければ嬉しいなと思いますし、元のチームに戻ってまた新たに吸収することもたくさんあると思います。これからも皆さん見逃さずに私たちのことを見ていただければ嬉しいなと思います。これからもどうぞ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後の曲です。聴いてください。パイオニア。I know.
とうございます。皆さん本日はご来場いただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、あっという間ですね、もう終わってしまうんですけれども、いやもう一曲歌ってもいいですかね。皆さんもう一曲歌わせていただいてもいいですか。ありがとうございます。ということでですね、5月23日に発売します AKB48 26枚目のニューシングル真夏のサウンズグッドをチーム A バージョンで披露させていただきます。それでは位置につきましょう。それでは聴いてください。 AKB48 で真夏のサウンズグッド。お越しいただきありがとうございます。会場の皆さん、そして映画館の皆さん、本当にお付き合いいただきありがとうございました。すごく楽しかったです。皆さんまたお会いしましょう。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後の挨拶をしましょう。ありがとうございました。